すだれ大化は、鈴木木鈴木屋木にところ属する魚類の分類群の一つ。すだれ大族のみが含まれ、にあるいは3種が所属する。すだれ大化の仲間は、インド洋、西部太平洋及びアフリカ西部の温暖な海域に分布し、にあるいは3種の海水魚のみを含む小さなグループである。沿岸の浅い海で生活する低生魚で小型の無脊椎動物を主に捕食する。 本家のアルファベット表記は、かつては、ドレッポナイデイであった。しかしこの名前は、ガの仲間である、ドレッポナイデイと同一であったため、学名の命名における、選手権の原則に基づき、現行の、ドレバネヘデイに変更されている。スダレダイカの魚類は、左右に平べったく側は平たし、体高は高い。全長50センチメートルほどにまで成長し、食用として利用されることもある。 口を大きく突き出すことができる。鎌のような形をした、長い胸びれが特徴で、俗名及び英名、シケルフィッシュの由来にもなっている。背びれは13から14本のトゲ状と19から22本の南状で構成され、尻びれは3トゲ17から19南状。主上顎骨の一部は露出し、椎骨は24個。すだれ大化は、すだれ大族一族のみを含み、 にあるいは三種で構成される。すだれイという立ちすだれイの間別点は、反問の有無のみであり、両者は同種である可能性がある。本家を鈴木阿木ではなく、似座大阿木に含める見解もある。ありがとうございます。